領事です。今日はですね、ようやくうちの復刻のねバケットシートを一つね、見せれるような状態になったんで紹介したいなと思います。ずいぶん前にあのシェルの状態でね一回紹介したと思うんですけど、今回あの、まあ、自分のビートル用にちょっと使える状態にまで持ってったんで、まあ、張り込むとこんな感じだよっていうのを、ね、見てもらおうかなと思って、まあ、作品レビューなんで紹介なんで あのあんま興味ない方はねスルーしてもらって大丈夫です。空冷ポルシェ乗りの方にはちょっと見ていただきたいような内容です。こんな感じで一応ね張り込みました。でST シートっていうタイプなんですけど、60年代70年代のポルシェの、まあ、スポーツバージョンに、まあ、レーシングバージョンっていうのかなに純正採用されてたシートらしいです。この形は僕もね詳しいことはあんまり分かんないんで、で同じ形で他の車にも使われてたりするんですけど、まあ、ポルシェが一番メジャーかなと僕は思います。でただあんまりね元のまんま踏襲しても面白くないんで、ウレタンのこの辺の形とかはなるべく今出回ってるものをそのまま使えるような方が、後々ねなんかこの辺だけ変えたいとかってなった時にいいかなと思ったんで、ここに関してはレカロとかと同じ形のウレタンです。ここは、ま、全く作ってません、いじってません。これそのまんまをとりあえず使ってみてます。リプレイスするときはこの中身だけ売ってるショップさんとか、同系統のシートにも使われてたりするものなんで、これで、代用ができると。で、まあ、ここスリット入ってますけど、入ってないやつで同じ形でも全然使えます。で今回僕が作ったのはこっちの中側と背中側だけで、使ってるウレタン自体はラバーライクっていう風に巷で言われてる、ちょっとこう男性がもちもちしてるタイプのウレタンで、普通のまあこれなんか普通とね、これなんか普通のノーマルのウレタンなんですけど、これはすごい柔らかくて全然コシがないんですけど、ラバーライクっていうやつは、まあ、レカロのバケットシートなんかの、質感を思ってもらえればいいかなと思います。結構もちっとした質感のラバーライクってやつで、このサイドに使ってるウレタンもラバーライクで、背もたれ側はラバーライクの 20mm が入ってます。結構ねもちもちしたような感じで、座面は、ラバーライクと、少し固めのチップウレタンの、混合ウレタンで作ってますんで、意外とね座り心地はいいですね。あとは、まあ、取り付けのこの角度によって結構腰への負担って変わってくるんで、その辺はね取り付ける際に、調整が必要になるかなと思います。で頭はねちょっと今ヘッドレスト取っちゃってますけど、まあ、このハトメでスコッとこの、ヘッドレストのステーをかわすような感じで、で今回ねちょっとこだわったのはこの形のシートを日本で作ってんのは多分僕んとこだけだと思います。シェルからね、これうちでシェルから作ってるんですけど、こっちが一応サンプルで、こっちが、完成形のファーストバージョンなんですけど、こんな感じで黒のゲルコートでね。で、海外製品は、このカバーが、シェルにね、もう貼ってあるか、ネジ止めとか、リベット止めでこの辺がこう引っ張って、ビッて止まってるんですけど、あれだとね、張り替えがまずめんどくさいのと、結構こういうバケットシートってヴィンテージのシートをたまに張り替えで来るんですけど、取り付けの穴がすごいいっぱい開けられてて、まあ底止めのやつはそこで、サイド止めのやつはサイドなんですけど、表皮がね取り外しができた方が断然いいんですよ。でそう思ったんで、今回僕のところのこの ST シートはサイドの表皮が全部取り外せるようにしました。で中のウレタンも極力、ベタっと接着剤でついてんじゃなくて、まあある程度こう動かないようにてんてんてんって接着してあって、表皮が被ることで、カパッとこう形になるように作ってるんで、全部のねパーツ、まあウレタンクッションももちろんですけど、クッションも
表皮も中のウレタンも全部取り外しができるようになってます。まあ、使ってってね、もうちょっと例えば、サイドサポート欲しいなって言ったら、まあ、表皮の形が許す範囲でサイドサポートを少し足すとか、あとこの背中のね、ここの、腰の部分のウレタンもうちょっとこう向こう側に足してあげると、ここがこう膨らむんで腰のサポートをしてくれて、腰痛持ちの方なんかはここがね少し出っ張ってた方が多分座りやすいんで、そういうことが後々できるように、作っておきました。純正の、まあ、ST シートよりは気が利いたシートになってるかなと思います。で、一応まあこっちが、うちの製品としてね出す方はこのクロゲルでバックコートされてるやつが標準ですね。で、ちなみにこのヘッドレストがないやつも作れます。で、ファイバー屋さんの話だと、音数はちょっと忘れたんですけど、このファイバーね、これが5枚積層って言ってたんで、かなり強度出てますね。このシート割れるってことはそうそうないんじゃないかなと思います。だいぶ強度は出てるものなんで。で、あ、ちなみにね、ヘッドレストは一応これをねベースに使おうかなと思ってて、耳付きの911のナローのヘッドレストですね。だからこれが、ここにねこうつくという感じでね。これはこの形なんですけど、まあ普通のね丸型の筒状のやつでもいいかなと思って、それを作るのもありかなと思ってるんで、まあ丸の筒状かこの911の初期のね、この耳付き猫耳っつったっけな、なんかマニアの間では耳付きのこのヘッドレストかどっちかにしようかなと思ってます。で、中の金具も今回ね一から作ってもらうんで、こういった感じの金具を中に仕込んで、でカパッとヘッドレストのウレタンがついてここにつくという感じですね。まあおおよその概要はそんな感じなんですが、詳細はねちょっとずつ変更があるかもしれないですけど、まあ大体概要的にはそういう感じのシートになってます。結構ね、国産の旧車知ってる方とかだとオートルックって、まあ、うちでもこれからもう一脚ね型を起こして作ったシートがあるんですけど、オートルックのシートよりは座面幅が広い、ここの幅がね広いんで、結構ね座っててもそこまで窮屈感がないですね。このぐらいの厚みで作っておくと、オートルックの方がもっとタイトな感じがしたかなと思うんですけど、意外とこう快適な、こう何て言うんだろう、程よいサポート感というか、完全にレーシングで使うと思うとね、もう少しここのサイドサポートがパッとこう膨らました方がより体は固定されるかなと思います。まあとにかくね、シェルから作ってるんで、例えばここにベルトホール開けてほしいとか、この股のところにもねベルトホール欲しいとかっていう加工も全然後からできるので、製作段階でオーダーいただければ作れるようになっております。多分シートレールはポルシェ用のシートレールにはここの幅がぴったりくるんじゃないかなと思ってるんですけど、他のシートフレームにね関してはちょっとね加工が必要だったりして作んなきゃいけないことになるとは思いますが、つかないことはねないと思うんで、つけてる車ねいっぱいいるんでね、まあ加工次第っていう感じですね。そういう感じでどうですかね、この感じ。ちなみにこれはね、このオレンジは僕が一応ね自分の車用に随分前に買っといた生地で、70年代のブランケットなんですよこれ。だから例えばお好みでね、ヤフーオークションとかね、なんかヴィンテージの生地意外と面白い柄のが安く出てたりするんで、そういうの買って持っといてね、作るのも世界に1個のシートでいきますんで、こういう感じで面白いかなと思います。前回前々回作業動画の方のね前々回かな、ポルシェのシートでペンドルトンのねブランケット使いましたけど、ブランケット素材って結構分厚くて、シートのこういうクッションにはねすごくいい素材が多いんで、
カーテン生地とかはね逆にちょっと薄すぎるのが多かったりして、使えなくもないんですけど使うとちょっとな心もとないっていうのが多かったりするんで、ブランケットはね結構おすすめですね。70年代前回のちょっと編みの粗いやつというかこんな感じで、でディティールもちょっとこう、ここにねワイヤーが入ってるんですよ。でこう縁で引っかかってて、まあ、ここで一番強烈に引っかかってるんですけど、縁で引っ掛けて、でここにちらっとここでねバネで、まあ、あのレカロシートのバケットシートと一緒ですね。ここにバネついてるんで、ここでこうビョーンと引っ張ってバチンと止まるというか、それで、外れないようになってます。この角度が一番わかるかな。で今ね自分のビートルにつけれるようにちょっとビートル用のレカロフレームに、ステーを作ってね、このシートが一応つけられるようにしてもらってる最中なんで、もうちょっとしたらね車載した状態を、お見せできるかなと思うんですけど、まあ大体概要的にはこういう感じなので、この辺のパターンなんかはねもう全然皆さんの好きなようにダイヤモンドステッチとか縦のタックロール横いろいろもうありとあらゆることがとりあえず一から作るんでできますんで、ぜひね、あの愛車の雰囲気に合わせたスペシャルなねシートをぜひ作らせていただけたらと思います。てなわけで、今回は ST シートのね紹介動画でした。ありがとうございました。